せっかくですので今日ね3人ぐらいお話を聞きたいと思います。お名前は何ですか？石川真中です。石川真中さん、おいくつですか？9歳です。9歳ということは小学校3年生ということで、今日踊ってみていかがでしたか？楽しかったです。楽しかった。どういうところが楽しかった？みんなで力を合わせて踊れたことが楽しかったです。みんなで力を合わせて踊れたことが楽しかった。これからどういう風になっていきたいですか？将来の夢はありますか？ある。何かな？ケーキ屋さんです。ケーキ屋さんかわいいですね。ケーキ屋さんになりたいの？踊りは？ダンスとかは？ダンスもできてケーキ屋さんになりたいだそうです。これからもね、応援していきたいと思います。大きな拍手をお送りください。ありがとう。さあさあ次はですね、どの子に聞こうかな。すごく可愛い、弾ける笑顔で踊ってくれていた。ちょっと前に出ようか。はい、はい、お名前は？藤島花香です。藤島花香さん、ほのかさん、何年生ですか？中学1年生の13歳です。中学1年生、踊ってみて今日どうでした？とっても楽しかったですとっても楽しかったと言わばかりにもうね、笑顔が弾けてましたもんね。楽しかった？はい、もうすごく楽しくって、もう幸せでした。幸せだった、はい、すごくいいことですよね、幸せ。そんなことは私、思ったことなかったですね。私はフィギュアスケートやってたんですけど、全然その幸せだなんて、感謝できるってすごいですよね。日頃いつも大切にしてることってあるんですか？ダンスを踊るときは必ず笑顔を忘れないことです。笑顔を忘れない、その通り。今日は元気に踊ってくれました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとう。では最後にお姉さんチームの、あ、ちょっとかっこいい服を、チェックの服を今日は身にまとった。お名前は？森鈴菜と言います。森鈴菜さん、何年生ですか？中学2年生です。中学2年生今日踊ってみてどうでした？歌も初めてやってすごく緊張したんですけど、自分らしさを忘れず踊ることができたのですごく良かったです。自分らしさ、自分らしさってどういうところですか？自分はよくすごくクールな性格って言われているので、そのクールさを忘れないように頑張りました。ああ、確かに今日クールにね、キレのある踊りを見せてくれましたもんね。ありがとうございます。これからの夢を最後に聞かせてください。はい、私は将来ダンスもできて演技もできて、いろんな幅で活躍できる女優さんになることが夢なので、応援してください。よろしくお願いします。夢に向かって頑張ってください。今一度大きな拍手をお送りください。さあね、素敵な歌とダンスを披露してくれたテアトルアカデミー岡山校の皆さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、ということで、それではね、一度はけてもらって、この後のね、またこの後ステージに出てきてくれると思いますので、またね、皆さん楽しみにお待ちください。